株式会社神戸主身館は神戸市東灘区にある酒造会社聖酒福寿の蔵元。福寿の名は福六寿に由来し飲んだ相手に財運をもたらされるように願いを込めたブランドである。また泉酒造や大黒正宗が金傍に所在する。主身館正面玄関主身館看板酒林入口主身館。 当名像1751年に現在地で聖書の醸造を始めた。福寿酒造時代の1995年1月の阪神・淡路大震災で木造像が全壊してしまったが2年後の12月に豊沢酒造株式会社とともに株式会社神戸出身館を設立。蔵元の他に春の酒と魚をテーマにした蔵の料亭、酒林、 はかり売りでの販売も行っている透明像などがある。ブランドである福寿はなな福人の一人である福六寿に由来する。ノーベル賞を日本人が受賞した場合、晩餐会において福寿の純米銀醸酒、福寿純米銀醸が出されている。これは2008年4人の日本人がノーベル賞を授与した時期からのことであり。また、同時期に、 ストックホルム大学の学生会館で行われるナイトキャップパーティという名の公式行事の交流会でも振る舞われた。定休日、大晦日、正月1、2、3日を除いて年中無休。平成14首造年29首造年。ありがとうございます。